ね。21世紀の野獣、ついに土俵へ、ボブサップ。パサービーン、豚のように舞い、豚のように刺す、パサービーン。これは面白い。さあ、サップ対バタービーン、しっかりと握手を交わしました。あけぼのさん、はい、たまらない対決じゃないですか。そうですね、あのスモールールでやりたいやりたいって言ってましたので、どのぐらい強いかね、どれぐらい強いで見せてみたいんです、見たいんですね。2メートルが勝つのか、あるいは180キロが勝つのか。しかしバタービーンは似合いますね、本当に。回しが似合いますね。回しがめちゃくちゃ似合いますね。あの本当に典型的なあんこ型ということで、あんこ型ですよね。いやさあ登場いたしました、仕切り戦の前、ボブサップ対バタービーン。さあ、サップかバタービーンか、向こう正面ボブサップ押し出しの勝ち。うわー、バタービーンが押されましたね。2メートルと180キロが正面胸で当たった。何かこう曲げがないだけという感じですか。いや、あのもちろん力は強いんですけど、もう毛の使い方も器用なんですね。ちゃんと脇が締まって、下からこう押し上げるように。体を上げてますよね、下から下から、だからあの脇の下に手が入ってますよね、はい、まあ、要するにハズをして、あの相撲界で言うんですけど、やっぱ重いですよね。おめでとうございます。ありがとう。 I was ready to go, what I did is I used a little bit more football tactics. It makes you respect real true sumo very much, but K1 different. Bob Sapp get knocked out.